その武器は何て言うんですか？一人の兵士としてこの世界を生き抜く。光栄テクモゲームスが手掛けるタクティカルハンティングアクション進撃の巨人、その最新作がついに登場。主人公はオリジナルキャラクターエディットで自分だけの兵士を作り上げよう。あなた自身が調査兵団の一員。これで脱出できる。原作と同じストーリーの中でどう生き、どう戦うのか。任せます。分かったぜ。指示通りに動け。分かりました。仲間と協力し巨人を駆逐せよ。ついてこい。いいな。あなたと一緒なら戦場でできることが増え、戦いはより深く、より戦略的に。圧倒的な没入感、ハイクオリティで描かれる進撃の巨人の世界。テレビアニメシーズン2までの物語を収録。走らんかい。さらにゲームだけのオリジナルストーリーも。ちょっと主人公の視点で新たな角度から物語を体験せよ。会話や訓練などを通じてキャラクターと交流できる日常パート。有効度が高まると戦闘中にサポートを受けたり、特別なエピソードを見ることができる。好きなキャラクターと絆を深めていくと新たな一面を発見することも。まずは弊社の大掃除から。その他にも新要素を多数追加。日常パートで準備を整えて戦闘に挑もう。プレイアブルキャラは30名以上。オンライン要素に充実の新モードが登場。対戦プレイで全世界の仲間と競い合え。人類を震撼させる衝撃のモードも追加予定。さらにプレイステーションビータ版はアドホック通信、任天堂スイッチ版はローカル通信機能を搭載。本体を持ち寄って最大8人での対戦プレイが楽しめる。全てを捨て去る覚悟はあるか。進撃の巨人2、3月15日発売予定。必ず取り戻すよ、俺たちの故郷を。